皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。アマウトと申します。この挨拶を単発の動画撮ってあげる動画で言うのが初めてというか、久しぶりすぎ、初めてじゃない、久しぶりすぎてちょっとなんか変な気持ちなんですが、それはさておきまして、この度は第1回アシスト、間違えた第1回アマオトマルアシスト王決定戦にご参加いただいた皆さん、そしてチャットで盛り上げてくださった皆さん、本当にありがとうございました。結果発表になります。 Twitter、YouTube のコミュニティの方でも発表しておりますので、すでにご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、この通りになりました。じゃん。というわけで、すいませんね、私カットをあまり入れないタイプでして、そのまま使っております。ぐだります、ごめんなさい。優勝タイムでの方の優勝はおちゃちゃさん、過去エントリーされた時は浦部丸さんということで、おちゃちゃさんが優勝でございます。5分14秒09、すごい、5分台やばいです。めっちゃ早かったです。素晴らしい、おめでとうございます。もうこれからも極めていってほしいなと思います。もう私ができる攻撃力とかもうカスオブカスだったと思うんですけれども、素晴らしかったです。ありがとうございました。そしておめでとうございます。そしてアマオト賞に関してなんですけれども、感覚と動画を見返しもろもろジャッジしたんですけれども、一人には決められませんでした。もう皆さんそれぞれのアシストの仕方もあったし、決められなくてお二方選ばせていただきました。まあ、攻撃面と回復面っていうわけですね。やりますと、まずお一人が攻撃面では、攻撃アシストですね、攻撃面のアシストではゾエモンドさんなります。ダウンをめっちゃ取ってくださったんで、私の鉄柱試技がめちゃくちゃしやすかったです。その点でアシストできていたという選出理由になります。おめでとうございます。そしてもう一方、回復面でのアシストですね、コロネさんです。おめでとうございます。武器が笛ということで、当然なんですけれども、やっぱり笛はすごいありがたい。やっぱり下手くそにとっては回復の手間がいらんっていうのは大きいですね。多分回復薬とか粉塵使う回数は一番少なかったんじゃないか、当たり前なのかもしれませんですけれども、いろんなアシストの仕方があると思いますので、その点でコロネさんを回復面でのアシストとして選ばせていただきましたというのが結果になります。タイムの結果の一覧は以上になりますけれども、いや皆さん本当に参加していただいただけでもめちゃくちゃ嬉しい、ありがたいですし、めちゃくちゃ練習してくださった方もいらっしゃって、もうこんなね、こんなわしの突発的なかつぐだってしまったところもね、途中多々あったと思うんですけれども、最後までお付き合いいただけて本当にもう言葉に表せないぐらい感謝しております。でもちろん受賞された方への粗品も当然、プラスアルファありますけれども、参加してくださった皆さんへの参加賞もしっかりボリューミーにします、しますというかしなければなりません。もう感謝しかありませんから、感謝感謝感謝オブ感謝でございます。で、ここから粗品に関するお話なんですけれども、チャレンジしていただいた皆さんはツイッターのダイレクトメッセージにて
あの住所をここで入力してくださいっていう連絡をさせていただきます。ヤマト運輸の匿名配送サービスを利用しますので、その点は安心して、いただければと思います。で、期間というかお届け予定日スケジュールですけれども、11月12月そうですね、年内にはお届けできたらなと思っております。で、全てセルフでやるので、あの同時に発送っていうのはちょっと難しいので、まあ、順番に連絡させていただいて送るという形になりますので、何卒よろしくお願いいたします。ということで、以上が結果発表でございます。改めまして、ご参加いただいた皆さん、そしてチャットで盛り上げてくださった皆さん、本当にありがとうございました。また何かしらの形で、ゲームの種類もね問わずね、こういう皆さんと楽しめる企画を考えられたらいいなと思っておりますので、ぜひ今後とも、私のお世話をしていただけたら幸いです。ということで、ありがとうございました。以上が結果発表になります。ありがとうございました。失礼いたします。雨音でした。